と現代的で今のネイティブたちがよく使う表現をご紹介していきます。ぜひ一緒に勉強して、どの場面で何を使うかというのを理解して使ってみてください。大家好、我是阿波蓮。皆さんこんにちは、ハレンです。今回は会話で品質、知っておくと便利な中国人の口癖トップ30ということで、最近流行り出した表現や定番の表現をご紹介していきます。じゃあ皆さんに質問なんですが、中国人の口癖と聞くと何を思い浮かべますか？はいはい、うんうん、そうですね、やっぱりあいやとかちゃんだまですかね。もうそれは言うまでもなく定番中の定番です。今日はもっと現代的で今のネイティブたちがよく使う表現をご紹介していきます。教科書には絶対に出ていない表現ばっかりなので、ぜひ一緒に勉強して、どの場面で何を使うかというのを理解して、中国の友人または恋人同僚に使ってみてください。そして最後にはいつもの10秒リスニングチャレンジとアハレの近況報告をさせてください。では見ていきましょう。Oh my god! これは、天哪！私めちゃくちゃ使うんですが、完全に影響されたのが、岳云鹏のシャンシュンを見て、口癖かのように言っていたので、私の中でもうどんどん定着していきました。じゃあ例文を見てみましょう。今天你的生日。天哪！我差点忘了。二、頭おかしいんじゃないの？神经病。これは口調強く言うと本当に悪口になってしまうので注意しましょう。例文を見てみます。你神经病や。明明是他不好、为什么要我道歉？三、感動した。破防了。これはネットから流行った言葉なんですね。破除防御の略で、防御を下げるということで、感動した、無防備に泣いたの文脈で使います。看到医护人员为我们付出了这么多，我破防了。四、あ、そうそうそう、あ、对对对、これもネットから流行り出した表現なんですね。このニュアンスは適当にあしらうような感じで、はいはいはい、うんうん、そうだねそうだね、というイメージです。现在不好好学习、将来你会后悔的。あ、对对对、你说的对。五、くだらない、無聊。他にも退屈だ、つまらないという意味があります。じゃあ例文を見てみましょう。え、你看、这是他以前整容前的照片。你太無聊了吧、有时间多看看书吧。六、信じないわ、我信你个鬼。これは、我不相信と同じ意味なんですね。より砕けた言い方となります。え、你看、石原里美在那里。哎、我信你个鬼。天哪、真的。七、あいや、うわぁ。あいやまいや。これも、天哪と同じ感覚で使えます。あいやだけでも十分ネイティブなんですが、さらにこの2文字をつけると、もっとネイティブに近づけます。哎呀妈呀，老师昨天布置的作业忘记写了。八、テンション高いね。好嗨哟。このハイは英語のハイ、高いというのを表していて、テンションぶち上げという意味で使われます。哇，这派对人好多呀，大家都玩得好嗨哟。九、あなたわかるでしょ？你懂的。これは暗黙の了解ですね。実は二つ意味があって、前後の文脈によって意味が変わります。一つ目は、はっきり言わなくてもわかるでしょという意味。二つ目は、はっきり言えないんだなという意味です。例えば、ドラマでよくあるのが、賄賂を渡すときに、はっきり言わなくても君わかるよねというニュアンスで使えます。見てみましょう。有些事不用说得很清楚。你懂的。十、好き、愛了愛了。これもネットから流行り出した表現です。喜欢と同じで、より今っぽいですね。わー、这件衣服好可愛、愛了愛了。十一、クソが、該死だ。直訳だと、この死に損ない目みたいなニュアンスになります。例えば、こんな時に使えます。我正在练习钢琴的时候、該死的蚊子一直飞来飞去、烦死了。十二、約束ね、決まりね。一言为定。これは一度決めたら決して変えないというニュアンスです。すごく便利な表現なので、ぜひ使ってみてください。我们下周五去吃饭哦。好、一言为定。
13羨ましい我木了これある言葉の略なんです何かわかりますかうんうんはい我羡慕了の略ですね例えばわー你居然抢到了演唱会的票慕了慕了14ほんと良くないね真差劲差劲は人柄や品質が悪いとかひどいまたはちゃんとなってないという意味があります例文を見てみると这种电池太差劲了用一天就没电了15大変だ不得了了この単語だけで使うことがかなり多いですね例えば不得了了不得了了出大事了那边着火了16ケチ小气鬼この反対の言葉は大方気前がいいとなります女性はやっぱり気前のいい方が好きなんですよねじゃあ例文見てみましょう他绝不会请我们吃晚餐的真是个小气鬼17やめておきなよ省省吧神は節約するという意味の動詞で直訳するならエネルギーを節約してという意味でやっても無駄なことをやろうとしている人に対してやめておきなよというニュアンスで使えます例えば你想追他你省省吧他可是有男朋友的18いいよ我 OK このままの意味ですね他の表現だと都行随便という風にも言えますね明天这样安排怎么样我 OK 的19実を言えば老实讲強調したい言葉がある時や本当はねということを伝えたい時に言えますね例えば老实讲我不赞同老板的做法20嘘じゃないよ不骗你直訳だとあなたを騙さないという意味でイコール嘘じゃないよになります我才不信你说看到了僵尸呢不骗你我真的看到了21人から聞いたんだけど我听人说こちらは听说と同じ意味なんですね例えば我听小王说你考上大学了22そうかもしれないね。也许吧。これは単独でも使える表現なのですごく便利ですね。例えば、財布をなくしちゃって友達が一定会有好心人把钱包送到警局的。そこで、そうかもね。というニュアンスで、也许吧。と言えます。23面白すぎる笑死了これは直訳だと死ぬほど笑うという意味です何か面白いことがあってツボにはまって笑いが止まらない時にこれを使いますねちなみに何々死了は一番最初見た時死ぬのってびっくりされた方も多いと思うんですが中国語では何々すぎるというニュアンスで使います例えば烦死了累死了饿死了高兴死了がありますね24あのね我跟你说直訳だと私はあなたに言うとなりますあのね聞いてというニュアンスになります我跟你说你别贪小便宜一定会后悔的25すごいわ服了その人にはかなわないな参ったわというニュアンスで使えます例えば什么他每天加班到凌晨2点唉我真服了他26うわえわかこれは特に明確の意味がなくて驚いたり不満に思ったり怒ったり喜んだり思わず言ってしまう表現なんです他にもわかわちゅあいわだまやがありますほんといろんな表現があるんですね27ちちえ中国の方と話していてたまにちと舌打ちしてるように聞こえる時ってありませんでしたか本当に怒っている時もあればほとんどは独特の癖なんですみたいな感覚です私のお母さんめちゃくちゃ使いますなのでその時の会話の内容や表情を見て判断していきましょうチェ不就是有几个臭钱吗有什么了不起28何啥これは什么と同じ意味で北の方の方言ですね你为啥不吃啊哎太辣了呀29コントロールできる我慢できる hold 住これは面白い表現ですよねどんなことがあってもコントロールできる我慢できるという意味で否定形は hold 不住になります
また人を励ますときに頑張ってねの意味で一定要 hold 住啊とも言います。じゃあ例文を2つ見てみましょう。新人怎么样能 hold 住职场呢？搞笑喵星人让你 hold 不住。三十、羨ましい、皮肉を込めて使う時があります。我酸了。これもネットから流行りました。直訳は私酸っぱい。中国語で嫉妬や羨ましいとかやきもちを表現したい時は吃醋と言います。お酢は酸っぱいから我酸了という言葉ができましたね。死ぬほど嫉妬するよりは自分のことを自分で慰めるかのような感覚です。听说我朋友最近有新的男朋友了。哎，我酸了。はい、皆さんに知っておくと便利な中国人の口癖を30個紹介してきました。聞いたことある、または知ってるけど使い方がいまいちわからないというフレーズはありましたか？今回お伝えした表現はほんとここ最近ネイティブがよく使う口癖となるので、今後ドラマやバラエティ番組では絶対耳にすると思います。ぜひこの30個を覚えて中国人の恋人や友達同僚に使ってみてください。 100% びっくりされます。もし自分でもうまく例文などを書けたらぜひコメント欄に書き込んでみてください。もっとネイティブの中国語表現を知りたい方は概要欄から LINE を登録すると7日間の無料コーチング講座を受講することができます。中国語学習へのモチベ中国語学習への意気込みやモチベーションが上がってやる気が出ましたとか、自分の中国語の上達しない原因が見えました、またはアハレンさんの言っていた勉強法を試してみたらすごく良かったなど、かなり好評の講座なのでぜひ参加してみてください。では10秒間のリスニングを聞き取ってください。人生没有彩排，每天都是精彩的比赛，所以再苦也要学会坚持，再累也要爱自己，再烦也别忘记微笑，再急也要注意语气，再痛也要学会记住。はい、皆さん最近何か楽しいことはありますか？うんうん、私の最近の楽しみのことはAmazonで猫ちゃんの食べ物やおもちゃをたくさん買うことです。そして食べてくれたり遊んでくれたりを見ると、あー買ってよかったってめちゃくちゃ嬉しいです。那谢谢大家，我们下次再见吧。適当にあしらうか、あしらうよ、あしらうような感じ。不得了了，不得了了。ちょ、ん？違う、もう一回。あのね、と、き、ん？